どうも皆さんこんにちは、ぶどうです。今日はね、池袋の方に来ています。最近さ、レアなピアノが多かったじゃないですか。なんでね、今日はザ・王道スタンウェイをね、久々に弾きに来ました。もうね、ここの近くなんです。早速行ってみましょう。ということで皆さん、今日はですね、スタンウェイです。最近ね、ペトロフやらグロトリアンやらホフマンやらね、本当に聞きなじみのないピアノばかりを紹介していたので、今回は王道中の王道、ピアノ界のキングと言ってもいいんじゃないでしょうか、このスタンウェイをね、久々に弾きに来ました。まあこれ以上話してもね、しょうがないんで、早速練習していきましょう。楽しみですね、久々のスタンウェイ。
ということで皆さんお疲れ様でした。とりあえずね、疲れたんで四の五の言わず食べましょう、飲みましょう、なんて言ったらいいんだろう今日はね、見てください、なんだかよくわかんないけどクッキークリームカフェラテだったかな、なんかそんなの頼みました。とりあえずね、栄養補給させてください。ということで皆さんお疲れ様でした。これね、結構美味しいですね。めちゃめちゃ甘いけどね今日のピアノはさ、なんか結構特殊っていうかロックな響きなさ、スタンウェイでしたね。皆さんホロヴィッツってピアニスト知ってます？ホロヴィッツが愛していた専用のね、スタンウェイってのがあるんですけど、そのスタンウェイがね、結構ロックな響きがするんですよ。実物を聞いたことはないんですけど、なんかホロヴィッツのピアノってこんな感じなのかななんてね、ちょっと想像しながら今日弾いてました。っていうのもね、僕ホロヴィッツ大ファンなんですよ。大好きなんです残念ながらね、僕が生まれる前に死んじゃってるんで、生の演奏は聞いたことはないんですけどね。ということでね、今日はロックなスタンウェイでロックなベートーベンをね、弾いてみました。いや楽しかったな。またなんかね、いつもとは違う感覚をゲットできました。ということでね、明日土曜日寝落ち練習ライブをね、9時から YouTube の方でね、ライブ配信でやりますんで、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。いや今日も疲れた皆さんもお疲れ様でした。じゃあねー。